皆さん、今週もお疲れ、サンマの塩焼き、滋賀の船寿司。はい、というわけで今日は福井県と滋賀県の県境、余呉とかね、南越前の方に来ておりますけれども、通行止めでした。通行止めだったのはですね、土地の木山中林道っていう全長15キロぐらいある舗装林道で、ちょっと私のリサーチ不足でね、通行止めやったということで、ここ走れないんですけれども、土地の木山中林道は、途中に分岐があって、まあ言ったらちょっと説明すんで。行くで。ちょっと紙出そう。紙ここ出そう。はい。こんな感じでね、3本ぐらい、分岐から他の林道か山道か分からへんけど、山道に行けるところがあるのよ。1個目は、国道476号、この目峠トンネルの近くから行くところ。はい、2個目は、国道365号、板取から入るところ。もう1個は、県道、福井県道207号、今城杉の津線から入る、山道。というわけで、この3つからどうにかして、この、土地の木山中林道の近くの山を走ろうじゃないかという。というわけで、できる限り行ってみよう！レッツラゴー！さて狙うは1本目、今土地の木峠走ってますけれども、ここから5キロぐらいでね、この目トンネルっていうところの手前ぐらいからね、その土地の木山中林道につながってる山道に入れるところがあるんやけど、どうかな、行けんのかな、行けへんのかな。さて国道476から離れようか。ここら辺をうねうねしたら入れるはずやねんけどな。よいしょ。やばい、気まずすぎる。思いっきし集落の中や。なんか和歌山ナンバーやけど、福井が地元の子ですみたいなオーラ出しとこう。はい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 、集落抜けて、クマ注意の看板あるで。毎度毎度やで。あ、いい感じいい感じいい感じ。誰も来てへんのちゃうかこれ。誰も来てへんなんちゃん、やばそうやぞ。おーおー、イエーイ。やったー。林道また2000、行ってみよう、イエーイ。舗装林道ですね。いやー、今日も当てたか私は。ほんでこの林道また2000が全部通れたのならば、その先はさっき通行止めあった土地の木山中林道にくっつくんですよ。誰も見てない土地の木山中林道見れんじゃねえのっていう。うわー、いいですね。これは誰も来てなさそうですね。いや嬉しいね。いやほんま私は毎度毎度ほんま林道見つけ出す天才かもしれへんわ。前々回ぐらいさ、芥谷林道の時にさ、もうあの時林道見つけたら林道先生って呼んでとか言ってたけども、私はもうこの2週間ぐらいでもう林道先生から一気に昇格や。林道教授。林道教授って呼びたまえ。
はいはいはい、まあちょっと お調子乗りはこんくらいして、いやーいいですねこういう林道好きやわ私。舗装あるんやけどこんな感じでちゃんとこうなんか荒れててくれてるっていうのは理想。なんか安全面をギリギリ担保しつつこのサファリパークとか山奥を行くようなワクワク感をくれるっていう、この最強よこれはいいですね、マタニ林道いいですね。はい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 、よかった。栃の木山中林道走れへん時はもう どうしようか思ったけどないいですね、荒れてますね。荒れてるって言ってもこの荒れてる見た目の正体は完全にほとんどが落ち葉なんやけどな。ちょうどいい時期来たわよちょうどいい時期来たわ私、ウキウキすぎるわ林道見つけれたことが。で栃の木山中林道は結構メジャーな林道みたいで、しかも舗装林道っていうのはあって福井県のホームページにも載ってるぐらい結構なんか有名な林道っぽくて、ほんでツーリングマップルにも栃の木山中林道って書かれてるんよ。確実にそこに林道があるっていうのは分かるんやけどな、こんな風にな、もう何にも書かれてないところをさパッて行ってやで見つけたっていうのがこれはまた喜びなんやほんまに嬉しい。もううわーみんな気抜いてたらこれ落石やった、全部落ち葉かと思った落石やったやばい、こっからあすごいがっつり岩あるわがっつり石落ちてるわ、落ち葉じゃないぞこれは。でちょっとずつ山登ってまんな山登ってまんな、どうなるんでっしゃろういやうわうわ、この一番ややこしいやつよな、落ち葉の下にこの落石隠れてるやつが一番ややこしい。まあ私があの一応さオフ用のタイヤやからこんな大丈夫なだけで、これ普通のタイヤやったら泣きそうになるよなボコンとか言った日にはさやばいって思うよな。あすやすやすや紹介しとこう、一応ここの近く、まあ近く30分以内に行ける林道はこちらこっちか、こっちかこちら、これも近いですね。ほんであとまあそうやな1時間以内ぐらいで行けるのはこちらはい、まあドライブ好きからしたらさ、なんか1時間で着くっていうのはもうあれやからな、庭のようなもんやからなちゃう1時間で着くわっていうのは庭ちゃうか。 いいですね、いいで、あ、困った時のいいですねいいですね、特になんかヒヤッとするような場所もないぞ。途中落石がボコボコあってちょっとそこは要注意って感じやけど、いい感じやんか。あ、え？着いたんちゃう？え？着いたんですけど、栃の木山中林道に合流したんですけど、通行止めのはずの、うわはい、ちょっと見ようか。で栃の木山中林道の続き、路肩崩壊によりこの先通行止めやって、やっぱこのマダニ林道は行けるんや、だけどこの先やっぱり無理なんや。でもなぐる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 回ってるんやけど、ここでもな、この前方
この前方は土地の木山中林道なわけよ。え？こっちは行けるってこと？はい、というわけでなんと林道、マダニ林道経由で土地の木山中林道の一部区間は走れます。というわけでここからは土地の木山中林道リッチだゴー。おいしゃー、ほなら行こかやっぱりな。でも結構林道はね、往々にしてこういうことがあるからな。このメインのとこからは通行止めやけれども、こういう枝道を探して枝道経由で行ったら走れるというね。要は落石箇所が一部分だけやったら、その他の部分は通れることが多いんだよね。ふむふむ嬉しいです。土地の木山中林道を走っております。なかなかわざわざここまで来てさ、そもそもここまで来てもなお走ろうっていう、そんな強い意志を持った人なんかなかなかおれへんやろしな。あらら、空高いわ。ちょっと天気良かったら最高やってんけどな。峠茶屋、峠茶屋、めっちゃ重い岸壊れた峠茶屋。いや、昔ラーメン売っててんて、ここで。にしても静かやな、人の気配一切ないな。うわ、見えるかな、みんな。これみんな見て、ここ重い生地崩れとる。これは路肩寄ったらあかんねー。これやばいわ、これ。ちょっとでも横寄ったらやばいやん。やば。あーあー、嘘やん。うわー、通行止めやないかい。いやー、あららららららら、ら、この先林道通行止めってさ、これ反対向きに書いてんねんけど。あららららら、ら、あららら、ら、林道だー。最近描いたイラストとともに林道だー。あららららららら、ら。とりあえず帰ろうか。え、どうしよう。あら、あらまあ。行けると思ってんけどな。やっちまったな。どうしよう。とりあえず帰るわ。ここがやばいんやろな、多分。ここ通ったらあかんのかもしれへんな。怖っ。さっさと抜けよう。落ちたらほんまやばい、怖い怖い怖い。気持ちいい。あー、よし、じゃあここ抜けて。みんな振り回してごめんな、土地の木山中林道通れるやんとか言ってたら無理やったわ。はい、ほんならもうこれはもう帰る道は1個しかないよ。もう一回マダニ林道を戻るしかないわ。とりあえず戻るわな。ほんなら、さいなら。はい、というわけで林道マダニ線を抜けてきまして、土地の木山中林道に合流できる2つ目の山道、今から走っていきます。今城365スキー場抜けていった先が、さっきの土地の木山中林道に合流するはずなんですけど、行けるんでしょうか。リッチラゴー。さて、
ここの道からは栃の木山中林道に合流できるんでしょうか。今城365スキー場までの道なんよね、これは。だからむっちゃ立派やね。私はスキーは高校の時ね、修学旅行がなくてスキー実習っていうのが代わりにあったんやけど、なんかもう3日間ぐらい全部スキーするっていう謎の。ほんでさ、うちの校長先生、高校の時の校長先生がさ、全校集会さ、おっほんみたいな、うちの学校には修学旅行はありませんとか言う。ほんまにないねん。だからみんなみたいな、あんなさ、沖縄行ったり北海道行ったりとかがなくて、ガチでスキー実習やねん、ほんまに。それでなんか3日間スキー滑ったから、ギリギリ初心者レベルでは滑れるぐらい。ボードも友達に誘われて1回やったけど、マジで思い切りなんかこけまくって、この葉滑りと逆この葉滑りしかできへん。だって南国生まれですもの。だって和歌山の南国生まれですもの。はい、まあスキーって言ったら私はそのくらいしか思い出ないけど、これってこの先行けん感じ。先、え、ちょっと待って、スキー場来てもたんやけど、え、なんかスキー場の敷地入ってきてもたんやけど、でもな、この奥に山道あるはずなんよな、行けへんのかな。明らかスキー場の敷地なんですけど、というわけで、栃の木山中林道を巡る林道探索旅みたいな。1本目の、まあ、林道マガニセはもう大合格でしょう。満点でしょう。そして今2本目行きました。今城365スキー場の裏から入るところはちょっとあまりにもスキー場の敷地内すぎて、入っていいものかどうなのか、ちょっとチキン野郎の私は、なんでやアホや、私は。危ない路肩は行けるのに、スキー場の敷地というだけでひよってしまった。私は2本目の国道476板取から入れる山道はちょっとごめんなさい、撤退。そして今からはですね、3本目ですね、栃の木山中林道につながっているであろう3本目、県道207号、今城杉の津線から入るとこね。ここに狙い定めてラスト頑張っていきましょう。レッツレゴー。はい、というわけでやってきました。私の向かい側が県道207号やったんやけど、今こっから走っていったら、地図上では栃の木山中林道に行けるんやけど、さてこの山道は走れるんでしょうか。それではこの先をレッツラゴー。はーい、というわけで県道207号、今城杉の津線からの栃の木山中林道アタックということで。さて、まあここはまだ集落につながっていそうな感じの広い道やから大丈夫なんやけど、その先は行けとかな。いやー、今城ってほんまええとこやな。私ほんま今城大好きやわ。動画でも走ってるし、あのカメラとか持ってない、プライベートでももちろん走ってるけど、今城ってほんまええとこやわ。もう自然が豊かで山が綺麗で、ただし和歌山とか奈良とかと違って冬の景色は全くちゃうんやろうなって気するんよな。福井やからさ、和歌山とか奈良ってほんま一部分覗いたらそんな雪って積もれへんわけよ。やけどここらすごいんやろな、冬になったらな。いやー、というわ
わけで、なんか雰囲気のある集落抜けていくんですけど、二つ屋っていうところらしいんやけど、北陸道宿場の里やって、旧北陸道の宿場跡らしいよ。妙に雰囲気があるというか。さて走りたいのは山道でございますけれども、ちょっと狭なってるんですけど、とりあえず入ろうか。イエーイ、リッチだゴー。山開いてます通行止めの看板はなさそう。いやー、これでもね、この先ちょっとほんまにここが通行止めでなければこの先長くなりそうなんですが長くなりそうなので、またちょっと今週ももったいぶっちゃう今週もちょっくらここで前編みたいな感じで終わらせようかなちょっともったいぶるっていう技を私覚えました今週の土地の沖山中林道への探索旅はここまで一旦ここまでにしようか。というわけで、ほんでね、ちょうどねもう11時半なん、私はお腹空いてんねんというわけでおやちタイムー山の中でひっそりとお昼休憩今日のお昼はですな、朝日ゼロ久々に登場、ノンアルコールビール、もちろんアルコール 0.00%、 ちょっととりあえずいただこうか。はい、みんな今週もお疲れさん、乾杯。あー、いい、あー、いいですね美味しいです。さて、このノンアルビールに合わせるのはウニ揚げせんでしょ今日は下道で来たからサービスエリアに寄れへんかったっていうのと、あとめちゃめちゃ朝早来たからサービスエリアも空いてない状況を、コンビニでしか買えず。ウニせんってめっちゃ美味しいよな、ほんまに。いただくわよ。涙ちょちょ切れる、うまさ涙ちょちょ切れる、おいしい、うん、おお、うん、うん、福井の越前海岸の牛尾の香りがおいしいでござんす、おいしすぎでござんすはあ、でもなんとかなるもんやな。今日はほんまに土地の木山中林道でいきなし入り口からしょっぱな通行止めやった時、マジで終わった、どうしようと思ってたけど意外とどうにかなるもんやな、毎回こういう風に。ほんでこの探索旅っていうのもなかなかちょっとおもろくない私だけウニせんも美味しいし、人っ子一人いない場所でノンアルビールとウニせん食べて幸せやわ。
というわけで、土地の木山中林道を巡る林道探索旅前編いかがだったでしょうか。ほんでね、最後になったんですけど、9月3日に登録者様8000人突破しました。ヒューウェイドドドドはい、すごいな、なんだか頑張ってきたなはい、ほんまにありがとう、なんか嬉しいわほんまにそう、 YouTube に関しては私はあんまり具体的な目標を立ててなくて、ただまあまああえて立てるとするなら1万人いくまではまあやめんとこかなっていうぐらい1万人いったらすごいなーぐらいの感じでやってるんやけど、私の中でね YouTube はね、まあもう自分をね表現する楽しい場所みたいな感じ編集はちょっとね、あーもうじっとしててきついなーって思う時あるんやけど、こうやって喋ったりとか自分で好きなようにね動画作って、そういう創作的なことも好きな上にこれを公開してな、もう私はな人に喜んでもらえたりとか人に親切にしたりとかすんのが超大好きなのめちゃくちゃお人よし、超お人よし人間やねちょっとあのおせっかいやったりとかちょっとまあうるさいかもしれへんけどそうそう、だからもう好きなことが、まあ、編集以外編集はちょっとまあ普通やけど、編集以外はあー倒れそうだったはいはい、ちょっと待ってちょっと待って、もういいわ、もうこのまま喋るちょっとはい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 、ごめんちょっとテンション上がってスマホ倒しそうになったはい、というわけでね、うん、そう好きなことばっかりやから具体的な目標を立ててこう、もうむちゃ脅迫的に頑張るとかは全然なくてね、楽しくこれからも続けていきますだからみんなもよろしくこれからもよろしく、はい、というわけで、後編に続きます。後編とか言うなんかちょっともったいぶるっていう動画の作り方なんか覚えちゃったりしてはい、というわけでこれからもよろしく。それ